さて本日この会場に素敵なゲストにお越しいただいております。ボストン美術館展芸術と力のオフィシャルサポーター、俳優の要潤さんです。どうぞ皆様大きな拍手でお迎えください。要さん、ようこそお越しくださいました。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。これからいくつかお話を伺っていこうと思いますが、はい、まずはボストン美術館展オフィシャルサポーターとしての意気込みをお聞かせいただけますでしょうか。はい、まずは本当に大変光栄なことでございまして、ボストン美術館は日本との関わりも深いと聞いておりますので、その150年の歴史にこうして携わることができて大変光栄に思っております。そして、はい、要さんは番組などのお仕事でも美術と接することが多いと思いますが、はい、要さんなりの美術館の楽しみ方をぜひ教えていただきたいと思います。そうですね、僕も番組を通して、各国美術館訪ねたことあるんですけども、やはり絵との距離感ってすごく大事だなと思うんですね。まあ絵の大きさも様々ですけども、まずは引いたところから見て、どん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 近づいて、詳細を見ていく。画家の方っていうのは薄いところからまず色を塗っていくと聞いたことがあるんですけども、どん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 まず引いてみるとやっぱり濃い色が目に入ると思うんですよね。で近づいていくにつれてその薄い部分、細かく塗られた部分も見ていくっていう楽しみ方があるんじゃないかなと思います。プロの楽しみ方ですね。いやいや、とんでもないです、はい、そして今回の展覧会を楽しみにしている皆さんにぜひこの見どころとメッセージを最後にお願いいたします。はい、ボストン美術館展、150年の歴史を経てですね、ようやく日本で初公開される、絵もあると聞いております。僕も個人的にはその辺をすごく楽しみにしています。きっと素敵な時間を皆さんと共に過ごすことができると思いますので、ぜひお時間あれば、ご来場いただけたらなと思います。要潤さん、どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。皆様、大きな拍手でお見送りください。